こんばんばは。ではでで日本語のニュースでございま保健省庁と委員会常務副書記は8日2023年の実施結果2024年の産業計画に関する報告に耳を傾けるために論内省常務連合会長との会合に出席しました。 これまでのところ、小女性連合会は、同ソの連合会レベルに対し、連合会の活動を構築し、効果的に展開することを目的として、ローレベルの相当レベル、合レベルの連合会の支持に忠実に従うよう指導しました。 介護で発言に立ったシャン氏は、小女性連合会の優勢を高く優化するとともに、効果的な活動、メンバーの思いを、み取り有約率の控除に、中手の置くことを含む、設定した目標を達成するため、労働の施策に引き続き、充実に従うよう求めました。 結客のデータによりますと、2023年3四半期で、ベトナムへの日本への輸出額は172億ロールに達し、全国の輸出額の6%を占めたということで、日本はベトナムの第4位の輸出市場で。今年の3四半期には、売上高9億ロール以上に。 4つのグループの商品が日本に輸出されました。シェイとイーリアインが29億3000万ドルで最も多くて日本への輸出売上落下の17%以上を占め前年6期に比べて0.6%増加しました。次に優勝集団とスペアバッツレッ 残りの3つグループは売上高が数十億ロールであるもののマイナス成長となっているのは機械、設置日、工具、スペアバーツ、木材及び木製品海産物です。それどころか、1月から9月までの日本からの輸入は約5 7億ロール以上に達し、全国の輸出売上高の6.6%を占めました。 2023年9月末までに日本市場への貿易黒字は15億人しまたし2023年の年層10か月間におけるベトナム産米術額は4億ドル近くの記録を樹立する可能性がある上でこれはベトナム米が世界市場に参加して34年が経ち 最高の筋でもあります証拠書は2023年10月の合輸出額は4億3300万ドル当たり7万ドルに達し前年同期に比べて例は横ばい額は27%増加すると予測しています。2023年1月から10月期間の出総額は約0 4億ールあったり。 7 10万ドル近くで前年度期に比べて、レユーでは17%上、価格で35%上となっています。ベトナム食品業界によりまとと、6月末以来、米輸出価格は、年度も値上がりしており、これまでのところ、1トンあたり150ドル以上上昇しているとのことです。さらに、専門家によりまとと、ベトナム産の 米価格が上昇している理由は世界市場の猶予が大きくベトナム米の品質がますます高くなっているためだとということでロシアのプーチン大統領は8日中国の政府副組トップの上遊協中央軍事委員会副主席とモスクワで会談し流国軍の配服分野における給力の 有用性を急上しま会し談でプーチン大統領は、両国の軍事的な協力が拡が大しており、ハイテク分野に争点が置かれていると述べました。同シは軍事および軍事技術分野におけるロシアと中国の協力はますます重要になっていると断言しました。一方、上司は給手を離婚し、 二国間軍事協力を義務化するため訪問したと述べました。ロイツ国防省は昨日、ボランドにボークシステムボトリオットの配備を11月10日に完了し、ボークシステムを守っている兵士も撤退させると発表しました。去年11月15月日に、にウクララナ国境に近いボランド東部で ミサイルが着弾したことを受けて今年1月にはボランドにボットリオットミサイル12機が配備されるとともに炊飯組のロイス氏も配備されているということでボランドは当初6ヶ月以内に配備する予定ですが7月3日間にボランドのブラッシュチャック国防大臣は防空システムを トリオットが少なくとも年末までブランドに残留すると述べました。ご清聴ありがとうございました。